皆さんこんにちは今回の速報健康ナウは寒さからくる頭の痛みっていう話をちょっとしていきたいと思いますまだ寒くない時期なんですけども寒さからくる頭の痛みっていうのが今の時期ちょっと起きやすくなってきてますその理由としてはまず一つはエアコンのかけすぎだったりとかあるいは気温がちょっと下がったりした時にエアコンをつけるまででもなくても汗が微妙に出てる時ですね そういう時に、実は、頭の方の方から、まあ、首、肩にかけて、非常に冷えやすい状態っていうのが出来上がってしまってるんですね。その原因としては、一つ、まあ、汗をかいて、それによって冷えやすくなっているっていうのがあります。で、そこをそのままにしておくとどうなるかっていうと、実は筋肉自体に血流が ううままいこといかなくなくってしまうんですね血の流れが悪くなってしまうっていう状態ですそうなってしまうと筋肉っていうのがうまいこと動かなくなってしまうんですその動かなくなってきたところから実は神経に対して炎症が起きるんですね神経自体はちゃんと筋肉を動かしたいっていう気持ちがあるんだけどもそれがうまいこといかないがために、まあ、炎症を起こしてしまうんですその炎症が起きるるととどうなるかっていうなか ピピリピリしたた痛みが出てきたりとかですねあるいはあすごい痛いわけではないんですけどもおなんかこうモヤモヤしたようなあ感じがしたりとかあジンジンしたりとかですね、えー、そういった痛みがちょっと出てくるんです。で激しい頭痛とかではないんですけどもおなかなかまあ集中しづらくなったりとかですね、えー、そういうような状態が起きやすくなってきます。 でそれを改善するためにどうしたらいいかっていうと実は頭の後頭部を刺激してあげるっていうのが一つ方法手段としてあるんですけどもその場所っていうのが頭の後ろ頂点のところからちょっと斜め下のところですねちょうど耳の後ろぐらいのところを刺激していきますやり方は非常に簡単で後ろのところこの耳の後ろら辺のところをこうやって叩くですねリズムよく これで早い人であれば大体いい20秒から30秒ぐらいしていくとピリピリした痛みが消えていく人もいるんですけどもこれを何回か繰り返してあげることによって筋肉が、まあ、頭の下の筋肉がほぐされてですね神経の炎症が治まってきたりとか血流が回復することによって神経の炎症が収まって普通の状態になっていくっていうことがあります。 なので、ちょっとした頭のピリピリした痛みだったりとか、軽い頭痛がよく起きるようになってきたなとか、あるいは首がだるくなったりとか、肩がだるくなっているような状態がある方は、ぜひこのやり方を試してみて、神経の延長っていうのを抑えてみてください。